はい、では皆様、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日もやってみたシリーズです。はい、やっちゃった。今日は何作っていただけますか。今日は梅塩昆布醤油漬け。もうちょっとうまいこと言うてもらっていいですか。うまいこと言うと。梅塩昆布醤油漬けを作っていきます。めっちゃ揃った。OK。はい。でも作り方がちょっと分かりにくい。ちょっと複雑。皆さんにお願いします。はい。はい。そこに置いてるのが青梅。これが青梅。これまた下処理してくれてるんですよね。下処理はヘタをちゃんと取ってお水で3、4時間ぐらい浸して、でアク抜きをして水気を取ってます。よく言えた。ポリ袋へ梅入れてもらう。はい。しんちゃん入れます。はい。はい、はい、でそこにホワイトリカ今日は用意してます、はい、それ中に振りかけて入れてください。いやでちょっと梅に絡ませてください。はい、あカビ止めね、カビ止めみたいな感じでこの焼酎入れると、はい、でも絡まったら全部絡まったらそれでいいんで、はい、今日は瓶開けてください。はい。その瓶は煮沸消毒してます。煮沸消毒をされてる瓶ですね。はい。煮沸済み。今度はそこに置いてる塩昆布。塩昆布。はい。塩昆布、青梅、塩昆布、青梅みたいな感じ。塩昆布、青梅、塩昆布。最後は塩昆布でいこう。青梅塩昆布ではダメ。違う、塩昆布。はい、わかりました。そこが塩昆布。そこ塩昆布。はい。で、青梅。青梅。はい。2回かな。ちんちゃんこれ全部使うからな。2回かな。はっ。あ、いいね。ベッドみたいになってるやん。これ。なあ。あ、すごい。めっちゃいい感じ。塩昆布。塩昆布で。はい。で最後残しといて。まだ残しといてよ。ちんちゃん。最後塩昆布入れるんで。塩昆布。嘘。ほんま。もう入っちゃった。まあいいやん。もうちょっともろたいね後で。もうこんぐらいでいいです。はいはい。ちょっと足らんかったんで足してもらいました。いけ、よっしゃ。おお、結構昆布入るな。でそこにめんつゆ3醤油1の割合で入れます。めんつゆが3、醤油が1。了解です。入れてみます。はい、醤油1ですね。ちゅうことは3対1ちゅうことは4分の1まで入れたいということやな。はい、ざっくりでざっくりでいい。そんぐらいかな。あとめんつゆ、全部めんつゆ。三つか。うん。追いがつお。あ、美味しそう。完璧や。入れるものはそれで、お好みで旨味の調味料とか入れてもらってもいいですけど、今日はもう入れてます。今日はこれでいきましょうか。はい。全部出してください。しっかり。はい、それで出来上がり。完成。完成。これは梅を食べるっていうことでいいかな。そうやね、梅と昆布を食べる。冷蔵庫でそれを3日間ほど寝かせてもらったら食べられます。3日で？早っ。早いな。はい。3日でできるん？お好みあると思うで。はい。ちょっと今日はビジュアル的にすごい黒いけど、まあいいか。こんな感じでできました。3日後、ちょっと楽しみですね。はい、はい。また食べてみたいと思いますんで、その時また感想を述べさせていただきます。はい。はい、せーの。梅塩昆布醤油漬けを作ってみた。でした。もうそこ必死やからな。はい。では皆さんもお家で作ってみてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。言いにくい。